こんにちは。です。こんにちは。じゃあ今日はですね、都内某所で、施術を受けるとゴルフの飛距離が上がるという怪しい施術を受けに来ました。で、今日はメンバーがたくさん来てるんですけど、皆さんゴルフの経験っていかがですか？3級です。3級、はい。25年前で1回だけ。おお、一番プロに近い。童貞です。童貞、はい、素晴らしい。まあ三者三様で、僕はちなみに、経験はないですね。はい、なんか今日はやばい撮影になりそうですね。では早速、山本先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、はい、ゴルフ上達関節調律師の山本優子です。一度で平均15ヤード、距離を伸ばす技術を提供しております。飛距離を伸ばすということですが、実際どのような方が施術を受けられてますか？本当に毎日ゴルフを受けます。なるほど。実際我々ほとんどゴルフ経験ない人間ですけど、まあ、その人間が受けてどれくらい変わるかというのを実際体験してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちょっと、はい、じゃあ、私からちょっと打ってみたいと思います。おお。おお。すごそう。これ200超えたらすごいね。じゃあ施術を受けてみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちょっとまずどれぐらい動くかっていうのを見たいので、自分、はい、の前で手立ちこの姿勢で大丈夫ですか？はい、膝立ちで、はい、膝立ちが膝立ち、はい、これで左右にくるくるっと手を回してみてください。ここまでです。左右とご自身の感覚でどっちが行きやすい、行きづらいですか？こっち行きやすいですけど、こっちがちょっと行きにくいです。見てみて、左の方が行きづらそうですね。こっちへ行きます。はい、じゃあ左から手術していきますね。左から、はい、ボールがいっぱいありますね。ちょっとだけ前に行きます。いいかな、野球は今もするんですか？結構野球は今もやってます。10打席打って全部ピッチャーゴロでした。え、10打席打って全部ピッチャーゴロです。このボールはどういう意味があるんですか？このボールは脱力を促すために使ってるんですね。結構こう力抜いてくださいってこう施術してる時になることってあると思うんですけど、はい、なかなか皆さん普段こう重力に逆らって生きてるので、はい、脱力ってできないんですけど、この密着することによって、はい、無駄な力を預けることができるっていう効果があります。確かにこのくらいのなんかボールの空気の、うん、抜けた感じでふにゃふにゃになる感じ、うん、力が、ふにゃふにゃ、はい、抜けます、うん、力が入ってると腕だけでこうスイングしちゃう。そうなんですよ、パワーでいっちゃいますね。無駄な力が抜けてる方が楽に遠くに飛ばせます。結構固まってますね、胸椎の。やっぱ使えない人多いんですか？胸椎使えない方多いです、まあ、よくお客さんにする説明で言うと、ゴルフの動きってざっくり言うと回旋動作だと思うんですよ。でその時にどこが回旋するかっていうと背骨だと思うんですけど、背骨の中の頸椎、胸椎、腰椎、首、胸、腰だと、まあ、どこが一番よく回りますかってお客さんによくお話しするんですね。でまあ、一番回答率が高いのって腰なんですよ。まあ、腰を回せとか言いますよね。言いますもんね。けど、まあ、腰ってじゃあ何度回るか知ってますかって言うと、よくお客さん、90度とか45度とか言っていただくことが多いんですけど、まあ、実際は腰って可動域が5度
あ、5度5度しかないから海鮮って5度でしょ。海鮮5度です。確かあんまり 注視して見たことないですね、うん、なのでそれで腰を回そうとして痛めちゃう方とか、腰で回してるつもりで手打ちになっちゃう方っていうのが多いんですよね。じゃあどこが一番回るかって言ったら首なんですけど、ゴルフの時って首ってそんなぐるぐる回さない、うん、じゃあどこが回るべきかって言ったら、胴体の中で腰よりも胸、胸椎の部分がしっかり回ることで体幹の回旋動作っていうのがスムーズに促されるので、胸椎の回旋を今から出していきたいと思います。じゃあ手と手をバチンと合わせてもらって、上の手を開く閉じるって開く閉じる。でこの時ポイントがあって、体って全部中心から動くと効率のいい動きができるので、背骨が回ると手が開く、で腕から戻りたくなったら背骨から戻る、そうです、背骨から手が開く。じゃもっと細かいことを言うと、はい、背骨が回ると次に動くのって隣り合ってる肋骨で、肋骨が動くと今度は胸骨で、鎖骨、肩甲骨で上半身戻すときも背骨、ね、胴骨、胸骨、鎖骨、肩甲骨、そう背骨、胴骨、胸骨、鎖骨、肩甲骨ちょっと腕がいってしまう、それだけ腕で打つ癖がついちゃってますね。戻すときも背骨、胴骨、胸骨、手が出すのもあるので鎖骨、肩甲骨、そうでも手はもう勝手についてきてるから、そうですちょっとこの動きが出やすくするためにちょっと緩めていきますね。硬、はい、いですか。いや、力がなかなか抜けないです、ね、ガチガチっすね。ガチプロの選手でも結構硬い人いるんですか。いますね。プロでもやっぱりこう力、特に男子プロとか男性はパワーがある分力で打とうとしちゃう方も結構多いです、ね、女子プロとかの方が使い方が上手だったりします。確かにムキムキじゃないけど女子プロの方がもちろんやっぱ 飛びますね。飛んでますよね。あれが多分効率の良い使い方ができてる。そしたら三角筋めっちゃ硬いですね。昨日筋トレした。なるほど。今筋肉痛ありました。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。この手技は自分で考えた。そうですね、胸開発しました。次寝ボールを使った治療法だけを始めてから、お客さんがたまたまゴルファーの方が多かったので、まあ、ゴルフに特化しました。さっきと同じように手パチンとしてもらって、はい、背骨、肋骨、胸骨、鎖骨、この時手上に来たくなっちゃって動きとしたら、ね、真横に来た、真横に来た、で背骨からパチン、そう中心が勝手に手が電電大工みたいについてくるのはイメージできますか。あ、なるほど。多分野球も同じだと思うんですよね、はい、戻るときが手から行くと思いますね。なんで重力があるんで、私が手を離したらこう、これが足となるか、背骨から乗った人が下がって、こう、ちょっと多いですね。さっき開いてる感覚は分かりますか。あ、分かります。スムーズに
見ると角度が違う、手が長く返ってきてるので力が抜けてくると長く腕が返ってきます。今意識してましたね。今やりに行った。今やりに行きましたね。たね、あ、ちょっと難しいなこれ。それぐらい結構効率の悪い動きになっちゃってる。胸骨で鎖骨を飛ばしやすいんですね。胸骨ってあとここ行きたくなっちゃうけど、この鎖骨が開くと嫌でも肩甲骨が内転して上に上がる。戻るときに背骨、肋骨、胸骨。鎖骨が入れて、鎖骨が入ると肩甲骨が一転してきて勝手に落ちてくる。力さえ抜けていれば勝手に伝わっていきます。肩甲骨を遠くにする感じ、うん、あ、肩甲骨遠くにするって考えない方がいいと思います。考えると結構パワーでコントロールしちゃうので。めっちゃむずい。考えすぎた。胸を使える感じが回ってる感覚もありますね。あります。でも結構外から見た方が、おー、いいですね。じゃあもう一歩出してみましょうか、はい。骨盤の上に24個の椎骨が並んで背骨で構成されていると思うんですけど、首、胸、腰と3つのパーツに分かれているうち腰っていうことしか回らないので、胴体を回すときは腰よりもこの胸を回すのが大事なので、この胸から先の使い方っていうのをやりました。で、今やったのはこの胸椎が回った後にこの肋骨に力が伝わって、骨の前の胸骨、肉体の一部骨に伝わって、それが鎖骨に伝わり、肩甲骨に伝わり、それが上腕骨、こう腕付近に伝わっていくっていうのを今練習したんですね。パチンパチン。でもこの胸椎っていうのは体の中心ではないんですね。体の一番中心の骨ってどこですか？体の一番中心の骨、12番。体全体で考えたときに、仙骨から今の動きができるとより効率的な動きになってくるんですね。なので今やったのって胸椎から先の動きなので、今度この仙骨から胸椎の力を伝えるっていうのをやっていきたいと思います、はい。左を頭の上、右をおでこの下にしてゴロンとしてください。左を頭の上、うん、で、だらんとしていただいて、仙骨ここにあります、はい。なので仙骨がぐるんと回されると背骨が一つずつこれ伝わるように回っていって、さっきやったようにこの胸の胸椎が回ると腕が浮いてきて、最終的にお顔が左を向きます。そうです。で、だらん、この仙骨がぐるんと回ると回して胸の胸ちょいちょい、そうで、お顔が左を向きます。で、だらん、仙骨がくるんと開くと回って上手ですね。意識ができるよね。そうですね、意識してもらうのが大事なんです。仙骨がくるんと回ると回して。今もう首向いちゃってるってことは先に首が向いちゃったんで、なんで今の首、頭の下で、まあ、ここの頸椎のゾーンに入ってきたら、そうです、そうです、はい、だらん、こんな動いてきます。肩骨がぐるんと回ると回して胸の骨が開くと手がついてくる。そう、最後にお顔が OK です。伸ばしていきますよ。肩骨がぐるんと回ると回して開いて
そう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 。でお顔が左の奥。OK です。でこれで体を起こしていただいて、もう一回胸の前に手を。はい。今結構いる。今だいぶ多い。だいぶ回りやすくなったんじゃないですか。ここにもう関節なんていうんですか、ここも動くっていう意識がなんか脳にこうしっかり出てきた感じが。出てきた感じが。あ、やっぱスイングがパチンって入るわ。めっちゃ飛んだ。あ、これすごい。おお。すごい。飛んだぜ。いや、え、210いった。パンタンもやった方がいいかもしれない。パンタンもいい。あ、でもどうですか実際。あ、実際やっぱこのフォロースルーがしっかりなんかこの。さっきはフォロースルーがこう打った時に全部がこうついていった感じなんですけど、はい、なんかバラバラになった感じ。時間差が出てる。骨盤で動かすイメージがあると思うんですよ、はい、けど骨盤の幅で動かすと結構誤差できるんですけど、仙骨でイメージすると誤差がなくなるので、仙骨から仙骨だけを動かす、仙骨を切り返す、そうです、そうです、仙骨使うの、そうです、そう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 、230にいったぜ。お、いいんじゃないの。あ、すごい。おお、めちゃめちゃ上がってるやんね。まあ、こんな感じでじゃあ力がめっちゃ入りますね。浮いていない、あのこの、なんでしょう、止まってるってことは力入ってるってことなんですね。骸骨だと思ったら、手離したら、はい、こういうわけですね。70とか3 155、今までで最高じゃないですか。なんか150超えるのが当たり前になってきました。おお、すごい。じゃあ一番みんなで飛ばしたいと思います。はい、動機が邪魔です。はい、じゃあセルフケア教えてもらいましょう。お家でやる方法は、はい、これです。はい、右を上に横向きに回って、はい、手と手をパチンと合わせます。で、中心から動くイメージで、中心から戻す。そうそう、何が大事かというと、意識をして動かすことが大事なんです。そう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 。中心から背骨が動いて、てかめっちゃうまいです。おお。そう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 。軸、前転大根になった気持ちで開く。は、例えば上の手を持っているものを持ってもらって、これで同じようにやってみます。ちょっと遅れてくるのが見えると思います。はい、遅れてきてたらできていると思ってください。中心から。そう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 。セルフケアでもちょっと初めに見なかったんですけど、これぐるぐるってやってもらうと忘れてました。右の方が行きやすいのは分かります。はい、ご自身でやるだけでもこれぐらい楽に動かせるようになるので、ゴルフやる前とかはやっていただくと。こっちめっちゃきつい。こっちは全然呼吸も楽ですけど、こっちだとなんかもう呼吸もきつい。
には両方やってもらうといいかなと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。施術受けた皆さん、あの飛距離が本当に伸びてびっくりしました。はい、ちょっと僕の場合はちょっと初心者すぎてちょっとボールにね当たらないというちょっと残念な結果だったので、また次回リベンジしたいと思います。はい、最後先生から、お知らせがあるそうなんですが、はい、はいはい、ありがとうございます。このゴルフ関節調理のワークショップは月に2回行っておりますので、こうちょっと気になるなとか自分でもやってみたいなっていう方がいたらぜひお越しください。あとは実際に今日やったような内容を知りたいなっていう方は、この目隠しゴルフっていう本にあのお家でのやり方など書いてありますので、ぜひご覧ください。では本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。おー。